はい、どうも、ヒロです。サンダーランドキャリア続きやっていきます。で、今回は移籍最終日の8時間目からスタートしていきます。移籍最終日で、他のチームの、移籍計画を妨害し、土壇場で選手を引き抜きますってね、すごいこと書いてますけども。まあ、今回ね、最終補強して、ブラックバーン戦やってって感じでね、進めていきたいと思います。で、レンタル出ていった選手が何人かいるので、紹介していきます。ハギンズがスパルにレンタルで行きました。で、ムベテがロリアンですね。で、オースティンがデュッセルドルフ。で、グーチがインテルマイアミに移籍しました。グーチね、本当はサンダーランドでずーっといたんで残したかったんですけど、まあお金がね、ないし、オファー来たんでね、まあ仕方なく、今回売りました。で、バラードがビジャレアルの B に、レンタルで行きました。以上かな、出ていった選手は。でね、まだ、売りたい選手が全然売れてなくて、お金の方がね、全然ないんです。で、まあ、そのレンタルで取れる選手をもう交渉してまして、で、あと、日程進めてね、加入するか加入しないかを、見ていこうかなと思いますので、3人ほど、オファーしてます。なので、1時間ずつ進めて結果見ていきたいと思います。いや、結構ね、戦力的にはね、プラスになる選手をね、補強したつもりなので、加入してくれたらね、いいんですけども。あー、3人加入しましたね。いいですね。OK。トップに、ポルターをね、レンタルで補強しました。1年レンタルでね、31歳で、まあ、ベテランの域になるんですけども、高さが欲しかったので、オプションとしてね、補強しようと思って、オファーしたら OK してくれたので、加入することになって、これは結構ね、でかいと思いますね、ポルター。まあ、ちょっとドイツ人が結構多くなってるんですけども、いや、それはそれでね、ありかなと思うので。これはね、いいよ。似合うじゃん、ユニフォーム。ちょっとありそうよね。ありそうだなぁと思うんですけどね。ポルターね。72で。いい補強ですね。OK。で、メイバルトも、加入しました。ウニオンベルリンからね。72。71だと思うんですけどね。まあ、ここで、センターハーフ、層が薄かったので、1枚加えることができて、よかったなと思います。まさかレンタルで加入するとは思ってなかったので。あと、シュツットガルトからミロをね、補強しました。まあ、トップ下なんですけど、センターフォワードに、コンバートしようかなと思います。今からちょっとね、トレーニング、指示しておきましょう。ポルターを。ムービングストライカーにしとこうかな。で、アダムヤンがね、どうやらセンターフォワードの方が、能力上がるので、センターフォワードにコンバートしようと思います。で、ウォルコットね、復活、させようと、思ってるんですけど、まあ、年齢も年齢なので、ね、1年契約だったんでね、まあ、もしかしたら来シーズン引退するってことになると、センターフォワードのとこね、層が薄くなっちゃうので、アダムヤンコンバートして、あと、ミローもね、買い取りオプションで、オファーしているので、活躍次第では来シーズンプレミア上がったら、補強してもいいかなと思います。買い取りオプション行使してね。まあ、ちょっと日数かかるんですけども、18周で。まあ、使ってたら多分ね、変わってくると思うので。どうしよっかな。セントラルにしとこうかな。メイバルトって、スキル的なものどうなの？ああ、そこまで悪くないんだね。じゃあ、プレミアからしとこう。よし。まあ、この3人の補強はね、結構プラスになったと思います。ディフェンスラインもね、レンタルとかメインで補強できているので、まあ、プレミアリーグ昇格に向けて、レンタル中心で、いいメンバーが、ね、補強できてるんじゃないかなと思います。まあ、あとはね、打ったりできたらいいんですけど、多分時間的な問題もあって売れないんじゃないかなと思うので、であとコメントでマルコビッチ
元リバプルですね。の選手、復活さすのどうですかっていただいたんですけど、トルコの、チームにいるんですけども、どうやらレンタルで行ってるみたいで、1年目取れないので、また来シーズンね、あれどこ行ってる？いねえな。ちょっと待ってね。こっちかな。あれいないな。どこ行ったんでしょうか。右サイド、マルコビッチ。あ、いたいた。あ、そうそう。トラブゾンにね、今、レンタル行ってるんです。で、まあ、来シーズン、まあ、ロバーツとかも成長止まってると思うんで、なので、まあ、来シーズン取れそうだったって、取りたいと思います。まあ、多分取れると思うんです。そこまでお金かからないと思うんで、マルコビッチ。72とかだと思うんで、73かなぐらいだと思うんで、そこまでお金かからないので、まあ、補強できたら補強してって感じですね。あと、まあ、来シーズンに向けて、まあ、ちょっと早いんですけども、プレミア上がったら、どんな選手見たいとかコメントいただけたら、候補に入れてね、調べておきますので、よかったらね、コメントください。じゃあ、とりあえず1時間ずつ進めていきましょうか。オファー来ればいいんですけどね、売りたい選手に。多分来ないと思うんですよね。わ、レバークーズン行っちゃったよ。なあ、売れずに終わっちゃったね。まあ、しょうがないですね。まあ、契約切れる選手がほぼなんで。まあ、契約切れてフリーでね、対談してもらってもいいかなと思いますね。バスと、スミスと。で、あと、誰か乗せてたな。誰だったっけな。忘れちゃったわ。誰か、あ、そうそう。ウィリアムズですね。アンカーポジションが使わないから、まあ、センターハーフできるんでそのままね、使ってもいいんですけど、今はとりあえずコンバートさせているところですね。はい、ブラックワン戦まで日程進めました。で、今からね、スタメン決めていきたいと思います。まあ、ゴールキーパーね、ウルライヒでいいでしょう。で、ムロヤ選手使いましょうか。で、ウィリアムズ、怪我治ったんでね、使っていきましょう。で、センターバック、ハックをどうしよっかなっていう感じですね。ハック、左に入れて、アルトゥールにしようか、今回ね。で、ペデルセンはベンチスタートにしましょう。で、ロバーツに変えて、リアージ使いますか、今回。で、コベントリーじゃなく、フセインバシッチ使いましょう。で、マオリダをね、使いますか。で、アダムヤンを、センターフォワードに今回して、デンベレ使いますトップで。でベンチを、どうしよっかな。アイディン入れて、そうですね、メーバルト入れときましょうか。でコベントリー入れて、ポルタ入れときますかね。そうですね、で、まあ、いいかな。このメンバーで。じゃあ、ブラックバン戦はこのメンバーでやっていきたいと思います。あ、ちなみにリーグ戦ね、全然勝ててなくて、今ね、確かね、5試合連続引き分け中なんですよね。あ、面白いっすった。めっちゃ下手だった。全然勝ててないんですよね。なんか点は取るんですけど失点もしちゃうって感じで。よし、 OK、 よしよしよし、 OK OK。 全然勝ててなくて、まあ負けてもないんですけど、勝ち点が今8だったかな、8ぐらいで、なんとかね、前回動画でも引き分けちゃってるんで、それからずっと引き分けてるんで、いや、勝ちたいんですよね、勝ち点3を、そろそろね、
獲得したいんですけども。アルトゥーロをセンターバックにコンバートして使ってるから。よし、オッケー、ナイス。今のはいいよ。ナイス。いい崩し。パスの出しどころが、ね、後方から結構増えてるから。うん、繋がりやすいな、繋がりやすいね。Alex, thank you very much. A chance for him to get in behind, maybe. Opportunity it is. Oh, keeper, nice. Yeah, 今のもったいなかったね。デンベルも動きいいね。Who's going to get on the end of it? Oh, やべ。Oh, クリアボールか。いやー、くっそ、ちょっとボールが浮いてな、収まりきらなかったな最初ここで。いや、浮いちゃったこれ。待てよ、これちょっとやらかした感があるぞ。あ、ナイス。ウィリアムズよく絞った。リアージもいいですね。リアージ使おうかな。サイド。ロバーツじゃなくて。ナイスナイス。いいよ。ディフェンス集中してるよ。デンベレのスピードが生きた。よーし、OK。3点目。OK、OK、OK、OK。前半終了間際にこの3点目はでかい。今回の組み合わせいいなぁ。スタメン成功したな、これ。いやぁ、アルトゥールがなぁ、いいんだなぁ。Understand someone has found the net in the Coventry game. Let's get further details by joining Alex Scott. It's a second goal for Birmingham City. They've pulled ahead by two with 50 minutes played. Alex keeping us right up. Yeah, nice ball. Joe Rothwell. Really nice ball. Wow, nice. Wow, 素晴らしい。今のアルトゥールの一本のパスからですよ。ロングヒードですよ今の。そこからゴールまで行って。素晴らしいな、今。いいなぁ。今回はほんとスタメンが当たったなぁ、これ。あぶね。いやぁ、ちょっと今動揺がすごすぎて今ね、ちょっと心臓が痛い。わあ、リアルな補強。めっちゃ似合う。祖母とかの補強はちょっとリアルだなぁ、ブラックマン。あっ、高さでやられた。ギャラガーでしょ。いやー、それはやられたわ。それは勝てん。あそこに入れられた勝てんわ。しかも、選手交代したばっかりやし、マーク甘なってるから無理やな。これはもうちょっとやられた。相手の監督がうまかった。これはもう無理ですね。お見事ですね。あ、今のすごい跳ね返り方してるな。すごいな、今の跳ね返り方。すげえ。ああ、今のはやべえわ。今のすごい跳ね返り方したな。見てもこれもう無理よ。止められへんわ、これ。
相手に行っちゃうんだもんね、跳ね返ってね。ああ、ナイス、素晴らしい。いやー、加入したてですぐにゴールはでかいね。ターゲットマンに変えてよかったな、今な。ナイスヘディング。コースだけがね、甘いんですけどね。まあ、キーパー反応できずって感じでね。危なかった今。ああ、キープできなかった。あ、こっちのファウルか。くわもったいね、コースだけが。シュートまでかな、流れ良かったけどな。シュートがダメだったな。うわー、すっごいシュートやられた。3失点か。でもちょっと守備緩くなっちゃうな。前に行きすぎたな。ああ、OKOK。まあまあ、引き分けじゃなく、勝ち点3を拾ったからいいでしょう。前半良かっただけにね、1失点してからちょっと慌てすぎましたかね、守備がね。パフォーマンスとしては悪くなかったけど。はい、ポルターがね、デビュー戦でゴールしたりとか、あとデンベレがね、2ゴール奪ったりとか、いやー、試合としてはね、すごく良かったと思います。まあ、3失点はね、もう、前半だけね、ほんと良かったんでね、あの1点がね、ギャラガーのヘディングで決められた1点がね、3失点までちょっと行っちゃったかなって感じですね。あと2点目はまあ当たってね、跳ね返ったところに、やっぱり、ストライカーだなと思いますね。あそこにいたのは、ポジションが上手かったなと。やっぱり相手が上手かったですね。まあもう割り切って、次にね、向かっていくしかないですね。はい。じゃあ、今回はこれぐらいで終わりましょうかね。まあ補強もね、いいメンバー、レンタルでね、補強できたかなと思います。ここまでレンタルしたのは初じゃないかな。うん。なので、いいメンバー揃ったので、まあなんとかね、うわぁ、カップ戦シティかよ。まあとりあえず今は、リーグ戦集中かな。うん。プレミア復帰が、とりあえずは目標なので、リーグ戦どうこうじゃないので。まあ次回は、シェフィールドユナイテッド戦ぐらい、取れたらいいかなと思います。じゃあ今回はこれぐらいで終わります。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。